はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。3時を回りました。9月の9日金曜日でございまして、まったりとした午後ですね。ビール系飲料3回いただきまして、昼寝をしていません。眠たくなっていないです。なんかね、ちょっと暑くなってきてね、さっき汗を拭いてましたけど、冷房を入れるまでには至らない。千代田区26度で、この日は28度ぐらいですね。なぜかこの部屋の方が暑いという現象です。さて、日経平均今日はですね、149円高で終わりました。ドル円が 142.60 とですね、やや円高気味ですね。香港ハンセン484ドル高で1万9000台回復、1万9338というところを言っています。まあその他はまあまあですね。ビットコインも2万ドルを回復していますね。注目のドルウォンですけども、1377と、この辺りでうにゃうにゃしてますね。その昨日から今日にかけてですね、何が変わったかと言いますと、この金融関係は ECB 0.75 利上げということでですね、ふーんという感じですね。で、本来ならですね、円安にいっていいはずなんですけども、なぜか若干ですけども円高になっている。でニュースを見ておりますとですね、黒田日銀総裁と鈴木財務大臣がですね、それぞれ口先介入を行っていますね。まず見ていきましょうか。これはロイターに出ています。今日の12時09分後ですから、今からですね、3時間ぐらい前ですね。あらゆる手段を排除せず必要に応じて対応、為替円安で鈴木財務省という記事が出てまして、若干読んでいきましょう。短い、読みます。鈴木俊一財務省は9日、為替動向についてファンダメンタルズ、基礎的条件に沿って安定的に推移することが重要との認識を改めて示した。急速な変動は望ましくないとも指摘し、あらゆる手段を排除せず必要に応じて対応する考えをしました。あらゆる手段というのは介入ということですね。同日午後の閣議後会見で語った鈴木財務省は、最近の市場はファンダメンタルズより投機的な動きが背景となって急速に変動している。これね、こういう言い方、投機的な動きだというのはですね、自分の都合の悪い方向にですね、為替や市場が動いた時にですね、投機的やったいうのが偉い人の常套句になってます。これは世界各国共通でございまして、過度な変動を憂慮していると述べた。別に過度な変動でも何でもなくてですね、日米の金利差が間もなく 3% になろうとしています。今月の20、21で確実に 3% になります。3% も違うたらね、そんなん円よりもドルの方がええやんという動きになりますよ、短期的にはね。為替動向を高い緊張感を持って注視するとともに、必要に応じて為替市場において必要な対応を取りたいと語った。為替市場の動きについて、確かにドル高の状況で円安、日本円だけでなく他も通貨安になっているとの認識を示したというのは、こうロイターの記事です。次、時事.comですね。これは今日の13時6分といいますか、2時間前です。急激な円安望ましくない、黒田日銀総裁岸田首相と会談という記事でございます。これも短いんで読んでしまいましょうね。日銀の黒田晴彦総裁は9日、岸田文雄首相を首相官邸に尋ね、円安が進む外国為替市場の動向や国内外の経済情勢などについて意見交換した。黒田総裁は会談後、記者団に対し、急激な為替の変動は企業経営を不安定にし、将来の不確実性を高めるので好ましくないと述べ、円安の急速な進行に懸念を示した。懸念を示すだけなん。
黒田日銀、黒田総裁は最近の円安に関し、1日に2円も3円も動くのは急激だと指摘し、為替相場は経済のファンダメンタルス、基礎的条件を反映し、安定的に推移するのが望ましいとの考えを示した。為替動向を今後とも注視していくと語った。首相から日銀に対し、特に指示や要望はなかったという。東京外国為替市場では黒田総裁の円安牽制発言が伝わると、円相場が一時対ドルで1ドル143円前半へ50銭近く上昇した。今は142円、つまり1円近く上昇したわけですね、黒田さんの発言で。黒田さんの発言か、鈴木財務省の発言か、あるいは両者の合わせ技かもしれませんけども。ただね、今世界的な傾向としてね、口先介入ってそんなこう長続きしないし、どういうんでしょうね、そんなこう決定的影響にはならないんですよ。大きな流れをですね、一時的にちょっと止めるかなぐらいのイメージなんですね。でなんでご発言があったとしてもですね、まあ今日だけ、あるいは今週もう明日、今日で終わりですけども、で終わるんちゃうかなと。今日まだこれから、夜はですね、ヨーロッパ、アメリカの部が始まりますから、そこで円ドル円相場動きます。まあそこでこの2人のおっさんの発言がですね、どの程度関係あるのかなというところではないかなと思います。結局大きな円安への流れは止まらないと思いますよ。で今釣られてですね、ドルウォン相場もウォン高傾向に若干触れてますけども、まあ、これも一時的な現象ではないかなと。これからこの週末はですね、イギリスのエリザベス女王ご崩御に関連するニュースで、一色になってしまってですね、このお葬式関係ですね、の日程調整に追われるんではないですかね。多分この週末のどこかでですね、何日にお葬式しますというのがイギリスの政府から発表されて、で各国ともに誰を横行かすんやというそのですね、お葬式関連のニュースで意識になってしまって、もちろん安倍さんの国葬はかすみますね、まあしゃあない、になってくるとですね、来週明け月曜日12日から始まりますけども、そこで経済ニュースというのはですね、あんまり取り沙汰されないんではないかなという感じがしますね。でその翌週20、21が FOMC、アメリカのですね、中央銀行の会議がございます。まあ、そこで 0.75 と今言われてますけど、 0.5 節っていうのも最近有力になってきました。まあどっちでもいいんですけどね、 1.0 とかやったらそれはビビりますけどね、それは分かりません。そういう流れになっていくわけであって、来週はちょっとおとなしいかも分かりませんね。つまりそんなに相場が動かずですね、うだうだしながら行くのかもしれません。まあ大きな動きがあれば話は別ですけども、今日はですね、ウクライナ関係のニュースが入ってきてますね。ウクライナ軍だいぶ攻勢に出てですね、いくつか町を取り返したというような話も伝わってきてますけども、決定的なですね、動きではないと思うんで、まだまだ時間がかかるということでしょうから、プーチンさんがどこかでプッチンでもされない限りはですね、来週の動きはですね、穏やかなものになるんではないかなという気がします。為替も一旦ここでですね、円高に若干触れましたけども、この口先介入なんていうのは、まあ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 来週になったらみんな忘れてる。どうせ何もせえへんやろ、日銀も、大蔵省も、大蔵省と財務省も、というふうに市場は見ています。私もそう見ていますけども、為替介入やるぞですね、詐欺ですね。やらないね。韓国は一生懸命やってますけどね、それは韓国にとってウォンがどうなるかってのは、実に自分たちのですね、こうあれに関わりますから、肉声経済運営に関わりますから、それは一生懸命介入するでしょうけど、日本はああそうってそうしておいて、そのうち円高に戻るんちゃうのという感覚は僕らのどこかにありますからね。まあだから
日本は口先介入で終わるというふうに私は見ています。ただ来週は大きな経済ニュースがない限りは穏やかにですね大きく動かないと思いますね。ドル円はどうでしょうね、来週また初っ端からあのウォン安に行くんちゃうかなという気はしています。はい、皆さんどうもありがとうございました。